うお、怖い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 。いつでも使えるように掃除は欠かさず行っておるぞ。え、マジで？してる？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ってことで壊れてるな。やっつけたデビルウェポンの部品が原型をとどめたまま落ちている。もしかしたら直すことができるかもしれない。マシーンに詳しい者がいたら相談してみよう。マシーンに詳しい者誰？でも別に部品を持っていけるわけではないんやね。なんか原型をとどめたままあるって言うけん、アイテムゲットするんかと思ったけど、このなんかさこっちたどり着くまでさ延々と話しかけ続けられるんよね、相手に。めっちゃ「おーい」とか呼ばれる感じがさ、あれやない？あの、なんやっけ、ドラクエビルダーズ、あのビルダーズみたいな感じじゃない？めっちゃ。あ、ここで回復ができるまやそっちじゃないぜ、ほらこっちに来いよ。うるせえな、知ってんだよ。ほらこの乗り物、お、ほらこの乗り物すげえだろ。こんなの見たことないよな。でも動かないみたいなんだ。壊れてるのかな。他にも見せたいものがあるんだ。こっちに来てくれよ。忙しいな。なんかあれ調べれるけど、謎の装置がある。今は動かないようだ。あ、これで走らせるってこと？あれは地図か。なになになに、どこ行った？あ、おった、こっちだぜ。ほら知ってたか、この島って空に浮いてるんだぜ。それだけじゃなくて、ここはそこら中にお宝が埋まってる不思議な世界なんだ。うわーすげえな、落ちたら完璧に終わるね。俺も何個かお宝みたいなものを手に入れたんだ。前はお宝見つけたか？見つけた。なんか鑑定せんといかんみたいやけど。やるじゃん。それじゃあ後で見せっこしようぜ。どこで鑑定するんやろう。マジでびっくりだよな。まさか遺跡からこんなところに来るなんて。ん？そうそう。遺跡で引き抜いた探検は前も持ってるんだよな。持ってる持ってる、使いよるよ。この探検不思議な力があるみたいだな。いろんなことができるようになったし。ねえ。あんたたちの探検が。あ、なんか合わせたら、なんか特別な力がみたいな言わんかった？え、何？こういう時いつも思うんやけどさ。お、何あれ？竜や竜。こういう時さ、なんか察しが良すぎん。何したらいいか絶対わからんよね。なんで唐突に剣合わせようと思ったんやろ。あのヒーローとかの1話目の変身シーンとかでもめっちゃ思うんやけど、教えられてないのに勝手に変身しだすっていう。え、何復活した？二人の竜の探検の力で謎の乗り物が動き出した。おー、やったぜ。これで使えるようになった。あとこっちも見てくれよ。そうそう、これよこれ。あ、なんか、え、あっちは何？卵？なんか、上の部分が割れた卵みたいな。で、中になんか、島があるけど。なんなんやろ、あれ。時計塔？なんかわからんけど、高い建物あるよね。あ、見えてなかった、今。実は今、僕たちが立っている場所も、竜の頭の形をした島なんだぶ。へぇー。ん？え？そうなのか？ここはね。たくさんのお宝が眠る伝説の地、果てしなき竜の大地と呼ばれているの。おお、あ、あっちが自分らがおるとこ。二つの竜の頭の大地と竜の体の島々で構成されているわ。あっちの島にはどうやって行くん？はるかはるか大昔、二匹の巨大な黄金竜が生き絶えた。その黄金の体が地面や岩となったのがここ竜の大地ってわけ。うわ、そんなところによく座ろうと思うね。後ろにコロッと行ったら終わりやけど。巨大な黄金竜の体が大地になったのか。だからたくさんのお宝が埋まってるのか。どういうこと？黄金竜の黄金ってこと？そうね。それでたくさんのお宝の中でも特にすごい宝があるのよ。さっきも話に出た7つの竜石。わけあってあたいたちもそれを探してるの。でもあたいたちだけじゃ7つも見つけられないし。そこで、神とマヤのお宝ハンターの素質を見込んで、7つの竜石探しを手伝ってもらいたいのよ。ほう。
それ集めたら一体どうなるんやろ。願い事が叶う的なドラゴンボールみたいな感じ。すごそうな宝が7つあるのか。なんか面白そうじゃん。なあマヤ、楽しそうだし7つの龍石探しやってやろうぜ。まあまあいいぜ。よし、さすがマヤだぜ。それからさっき空賊に持っていかれた7つの龍石の一つも後で奪い返そうぜ。嬉しい分。あっちのなんか龍の島なんか上の方にあるね。何やろう、建物っていうよりは、何あれ、風車とかそういう施設的なものかな。そう言ってもらえると嬉しいブー。よろしくね。あたいたちの願いを聞いてくれてありがとう。これからよろしく頼むわね。でもさ、ところでこの竜の大地にはいろんなお宝も眠ってるらしいな。この大地のお宝全部手に入れてやるぜ。全部やばいね。なんて意気込んでみたけど、ここで宝探しするには何からすれば。まあ要はその7つの龍石がメインクエで、その他のお宝、まあ多分大きいものから小さいもの、大きいものももちろんあるんやろうけど、その辺はサブクエっていう扱いってことになるんかな。さて、手に入れたら手に入れたってなんかストーリーがありそうな気がする。まあちっこいのもあるやろうけど、考えがなくもないんだけど、さっき謎の乗り物が動きそうだったわね。あの乗り物だったらあっちに見える大地に行けるんじゃないかしら。待って、イントネーションおかしい。行けるんじゃないかしら。あ、なるほど、空飛ぶんやこれ。それじゃあ早速その乗り物に乗ってみようぜ。これに乗っていくのか。なんか煙がめっちゃ光よる。うん、この乗り物ならあっちの島に行けるかな。早速乗ってみようぜ。あら、お、この乗り物動くようになったんですね。あ、あの女の人。もしかしてその乗り物はあなたたちが動くようにしたの。あ、やっぱりこのヘルコンドルはこのお姉さんのやったんやね。なんか探検の力で動くようになったみたいだ。すごい、あなたがお兄さんなのね。もしかしたらあなた兄弟はこの世界の謎を解く鍵になるのかも。この世界の謎とは。申し遅れました。私の名は、私の名は言ってくれよった。シルフの国の第一王女です。え、マジで。さっきのあのガチャガチャしたやつら。イニシエを求めし王女アネモア、かわいい。不思議な人だと思ってたけど王子様だったのか。我が主は偉大なのだ、粗相のないよう。ところであなたたちもこの地の宝を探しているそうね。レオバンから聞いたわ。お、早速報告が。競争ですね。おー、頑張ります。でもなんかバッチバチってわけでもなく、ほわっとした感じ。いいね、そういうお互いに頑張りましょうねみたいなの。お姉さんは乗っていかないの。あ、ここからオープニング。わー、すげー、めっちゃ走る、めっちゃ飛んでる。車掌さんとかはおらんのか。この世界すべてのお宝を。なんかドラクエ9でもさ、こんな感じじゃなかった。なんか空飛ぶ列車みたいな感じやったよね、あれは。ドラゴンクエストトレジャーズ。あれ、もうボタン押せる。なんかがっつりムービーに行ってさ、オープニングムービーって感じになるんかと思ったのに。何、何の声、スライムか。何ここ、これ見えとったとこ、これ見えとった。あ、これやん、ほら卵の殻周りにある卵の殻の中や。へえ、やっと着いたみたいだけど、一体ここはどこなんだブ。てか操縦船でも勝手に動いていく感じ。どこに連れてかれるかわからんやん。てっきり竜の頭の上に行くんかと思ったのに、卵の殻の中やった。なんだか随分と寂れた感じのところだな。ねえ、二人とも、あたい思ったのだけど、お宝を探すなら拠点になる場所が必要になるんじゃないかしら。ここってそれにちょうどよくない。ボロボロやけど、銀ギーラ空賊団の連中も拠点を持ってたようだからね。
まあ確かにあそこが拠点になってさ、一緒に活動して誰一緒に活動していくんかと思ったけどさ、なんか追い出されたけん、なんか自分たちで空賊団作るってこと、空賊なんかどうかわからんけど。ねえ、誰かいるわ、ここを拠点として使ってもいいか聞いてみたらどう。ああ、何、郵便屋さん。そうだな、なあマヤ、あいつに話を聞いてみようぜ。あ、HP、MP 回復したよ、イエーイ。で、あなたはテンション高いな。あなた方はあの列車に乗ってきた人ですね。ってことはあなた方がパスカル島の廃液を復活させてくれたんですか。まあ素晴らしい、あなた方はカンパニーの救世主だ。それはどうも。自己紹介が遅れました。私、トマソンと申します。あ、車掌さんなんや。竜の鉄道カンパニーの社長であり技術長であり車掌を務めております。社員さんはいないの。列車を愛する情熱家トマソン。へえ、一人で何でもやってるんだな。それはなぜなら竜の鉄道カンパニーの社員は現在3人しかいないからです。それ回ってる？ちゃんと。なのにカンパニー？元は竜の大地の全土に展開する大きな会社だったのです。今は廃墟となったこの島こそ本社が立ち最初の駅が作られた場所なのです。てかこの世界にさ、そんなにこう生物が、まあ、モンスターは多いかもしれんけど、なんかこうね、こういう風に話が通じるような生物がたくさんおる気配が全くせんけどね。え、なんかあの竜の頭の方を見た感じでもここしか建物なかったよね。この駅を中心として大地の隅々までくまなく列車が走り回っておりました。町とか村とかないんかな。とある事情で列車が止まり駅も壊れ社員も皆辞めていったのです。それじゃあ拠点として使えるか怪しいんだブ。すみません。拠点とはどういうことでしょうか。まあね、勝手にそんな話されてもよね。ねえトマソンさん、ちょっと向こうでお話をしましょうか。ロンブ、あんたも来るのよ、お呼び出し。町とか村とかあるんならいろんなとこ行ってみたいけどな。お二人から話は聞きました。何でも宝探しに来られたのだとか。でしたらここを宝探しの拠点として遠慮なく使ってください。おお、じゃあここをなんか宝物とかいろいろ集めて、何、お金を稼いでここを復活させていく感じ。絶対今のままじゃボロボロやもんね。え、ビルダーズやん。しおることビルダーズやん。そうです、ここにはいくつかカンパニーの施設が残っています。あなた方のお役に立つかもしれません。使えるか確認してきてはいかがでしょうか。ゲームの雰囲気的にはやっぱ全体的にね、雰囲気がビルダーズよね。奥側にあるカンパニー社屋の受付所にも社員がおりますので話を聞いてみてください。なあマヤ、まああれか。このカミュとマヤは小さい、小さいとしてもビルダーズみたいな全ての人間が小さいわけではないわな。とりあえず受付所に行ってみるか。拠点として使えそうだといいな。ではそれでは一通り見て回ったら私の元にお戻りください。了解です。探検や探検や、奥側にあるカンパニー、とりあえずそこの3箇所、そんな近く3箇所。あ、ここで休憩ができるんよね。あ、誰かおる。これ施設の、あ、受付はこちらです。女の子、肩に花柄が、てか音楽が可愛くなったね。こっち、セシリーと申します。女の子なんや、可愛い声。見た目はあれやけど。こちらは竜の鉄道カンパニーの受付です。私は受付係のセシリーと申します。と言っても今はやることもなくてここで立ってるだけなんですけど、隣にある植物もなんか枯れとるけど。車掌のトマソンっていうおっさんに施設を使っていいって言われたんだけど。そうなんですか。ここでは社員の受け入れや受付なんかをしていたんですよ。でも今は加入希望者なんて来ませんし、とても使える施設とは。てかさ、受付に立っとるけど奥崩壊しすぎじゃない？大丈夫？掃除とかはないの？あれ？なんだか一件だけ加入希望者が来ているみたいです。
ちょっと確認してみますね。大丈夫、私らが話しかけんかったら確認できてなかったんじゃない。どれどれ、読んでみます。希望者はドラキーですね。青い瞳の少女が頑張ってるのを見たの。僕が仲間になって助けてあげたいんだ。ですって、これあなたのこと？ここに来たのを知って応募してきたのね。情報早すぎん。たどり着いたばっかりなんですけど。ストーカー並みやん。詳しく見たかったら後でもう一度私に話しかけてください。え、そういう感じで何？ここの仲間を増やしていける感じか。仲間を増やして復興していくん。そういうの好きよ。モンスターに好かれるなんてやるじゃん、マヤ。仲間になってもらって、俺たちのお宝探しを手伝ってもらおうぜ。私、ドラクエ7のさ、移民の街とかもめちゃくちゃ好きやったもん。ご用ですか？本部受付へようこそ。加入希望者を確認されますか？ドラキュン。よく聞く分。加入希望者を仲間にするには。これ、あれか？街に来させるって。っていう感じよりかはパーティーに入れるってことかな。受付では神たちの仲間に入りたがっているモンスターを仲間にすることができるぞ。ルイーダの酒場みたいな感じのモンスター版。欲しがっている素材や料理をあげて仲間にしよう。何を欲しがるかはモンスターごとに違うぞ。あ、そういう何かしら差し出して来てくれる感じ。また新しい加入希望者が来た時、掲示板がいっぱいだと古い順で消えていってしまうぞ。残しておきたい加入希望者はプラスでキープしておこう。消えていくんや。え、何人までキープできるんこれ。わからん。16まで？違うんかな。あ、この画面内にキープできるのがってこと。加入条件、お金。じゃあ、はい。一番なんか、まあそりゃそうよねって感じやけどね、条件。ドラキュンが仲間に加わった。やったー。いいですね。パーティーに。どうかな。でもまあ、スライム2匹おるけんね。じゃタイプが違うとはいえ。1匹ドラッキーに変えとこや。え、今、範囲にできた？え、できたんかな。ちょっといまいちよくわからんかったんやけど。あ、入っとる入っとる。え、ってか、あれは？ニャゴスどこ行ったん？仲間に入ってないん？おらんよね、ずっとなんか。お、加入を希望。加入を希望してきたモンスターを早速仲間にしたのか。手伝ってもらえば、もっとお宝探しがはかどりそうだな。それはそうと、マヤ、他も見て回ったらどうだ？うんうん。何？気持ち悪い。なんか、腕章みたいなのつけとるけど。でけえな、やだな。なんか、体全体をわしづかみにされそうなぐらいのでかさなんやけど。お前たちはなんだ？我が輩の名は指導員ジャネマである。指導員？この扉の先は社員寮だ。多くの社員が暮らし、我が輩の采配で業務についていた。しかし、社員は去り、我が輩はこの腕を振る場を失ってしまったのだ。掃除しなよ、掃除。トマソンっていうおっさんにここを使っていいって言われたんだけど。おお、怖い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 。いつでも使えるように掃除は欠かさず行っておるぞ。え、マジで？してる？してるの？なら仲間のモンスターたちに休んでてもらう場所として使えそうだな。仲間がいるのだな。ならばその管理は我が輩に任せよ。仲間の入れ替えや依頼などがあれば遠慮なく言ってくるがいい。適材適所はお手の。ちょ、わざわざなんかちょっとすごいあれやね。めっちゃ動くね、この子。適材適所はお手の物。指差し確認も怠らないのである。これでたくさん仲間が増えても心配しなくて済みそうだぞ、マヤ。なんか新しい加入希望者が来たら分かりやすいようになんかないんかな。受付でーす。うん、まだ来てない。なんか新しい希望者が来ましたよみたいなマークとかなんかあればいいんやけど。ほら、全然掃除されてなくない？掃除してこれ？違うよね。絶対違うよね。来たのか。ここは倉庫みたいだブ。倉庫だから掃除しなくていいってこと？でも蔵とかもさ、畑で叩いて掃除したりするやん。でもガラクタが置かれてるだけ。こんな広いのにもったいないブ。いいこと思いついた。ここを宝物庫にするのはどうブ？てか倉庫の扉開けっぱなしってどうよ。これからいっぱいお宝を見つけるならしまっておく場所が必要になるはずブ。な、入り口入って真正面が宝物庫ってなんかめちゃくちゃねえ、なんか速攻で襲われそうな感じやけど。大丈夫。
今持っているお宝も飾っておくといいと思うんだブ。僕にお宝を預けてくれないかな。綺麗に片付けたら飾っておくブ。その前に鑑定は？トンブーにこれまでに手に入れたお宝を預けますか。前はトンブーにお宝を預けた。確かに預かったからね。それじゃ君は他を見てくるといいブ。ねえ鑑定は？ここを綺麗にして宝物庫にするんだブ。でも片付けるの大変そうだブ。トンブーが片付けるの？えらいな。よし。一通り施設は見て回ったようだな。トマソンのおっさんに報告しに行こうぜ。よし。こことかも多分綺麗に、違うんか、噴水かと思ったけど、ここなんか像建てそうやね。え、まさかあのビルダーズみたいに旗建てるとかいうわけじゃないよね。なんかありそうじゃない。あったよね、拠点の。はい。おお、おかえりなさい。どうでしたか我がカンパニーの施設は。ボロボロだったよ。そして個性的だよ社員。どうぞご自由にお使いください。その代わりといってはなんですが、え、ってか社員3人って3人のうちに自分入れとる？もしかして。ねえ、ここ入れて3人しかおらんかったよね。私の鉄道を復興するという夢のお手伝いをお願いできないでしょうか。私にはこの大地の全土に再び列車を走らせるという夢があるのです。ギブアンドテイク。これは我がカンパニーのモットーなのです。今はまだこの島とパスカル島を結ぶ列車しか走らせることはできませんが、パスカル島の駅を直したあなた方である、あなた方ならば世界の中心たる本社の駅も直せるはずです。本社の駅が直れば周囲に浮かぶ他の島々にも列車は乗っていけるようになります。お願いします。あなた方だけが頼りなんです。どうかよろしくお願いします。もしかしてさっきみたいにさ、まだ霧がかかってるだけで見えてない島があったりするってこと？さすがにこの2つ、え、でも2頭の竜みたいなんよったよね。え、島この2つだけ？このっていうか、まあこの卵の殻の中を入れたら3つ。まあまあまあいいよ。無表。素晴らしい。あなた方はカンパニーの救世主だ。周囲の島々まで列車を走らせるには鉄道の機能の完全な復旧が必要になります。そこであなた方には今から言う3つのことを達成してほしいのです。ん？まずこの駅はしばらく使ってなかったので、あちこちにガタが来ており危険なのです。それは怖いな。この破損状態でしたら魔力の土があれば駅を修復することができそうです。この島に魔力の土はありませんが、パスカル島ならあると思います。あ、戻るの。地面に気になる土の塊があったら調べてみると良いでしょう。人手も必要です。また駅を直すには人手も必要です。働き盛りの新たな社員が欲しいのです。さっきのドラッキーじゃ無理ないよね、きっと。復旧となると力仕事が多くなりそうですし、パワフルな方がいいですね。というわけで、力持ちと噂のオークという種族のモンスターを一匹連れてきてください。オーク、まだ見たことないぞ。またスカウトの際にはこちらを使ってみてください。野生の動物じゃね。野生のモンスターは誰でもスカウトはできるんかな。神はトマソンからスカウト団を10個受け取った。モンスターズみたいな感じで、まあ餌与えて仲間にするみたいな感じ。スカウト団、敵単体の加入を希望する確率が少しアップする団。そんな感じっぽいね。1体につき1つのみ有効。覚えとくといいわ。モンスターのスカウト方法。モンスターを仲間にするには敵モンスターを倒そう。倒したモンスターは神やマヤのことを気に入って拠点の島にやってきてくれることがあるぞ。じゃあモンスターボールみたいにこれでスカウトするっていうわけじゃなくて、あくまでもこれはモンスターズの餌的役割ってことか。なるほどね。お試しください。この弾を仲間にしたい相手に当てますとスカウトしやすくなります。お試しください。まあ要は後で倒した後で仲間になりたそうにこちらを見ている的なパターンってことね。最後に、我が社の鉄道はブラドクォーツという石を動力としています。パスカル島にシルフという国の探検隊が来ているらしいのですが、そっか、シルフの国っていうのがある以上どこかにその国はあるんよね。風の噂によれば彼らが入手したとのこと。ブラドクォーツについて聞いてみてください。シルフの探検隊はワーゴ平原で野営地を構えているとのことです。お願いします。ワーゴ平原、どの順番でも構わないので、これらをこなしここへ戻ってきてください。お願いします。よし。なるほど、話は分かったぜ。パスカル島に戻れば全部解決するんだな。とりあえず順番に行こうか。こいつは全部俺に任せてくれないか。
神をメインで動かしていく感じ。俺いいとこなかったからさ、兄貴としてここらで挽回してきたいんだ。まあ倒れとったもんね。大丈夫さ、妹に助けられたし。心配すんな、ちゃちゃっと片付けてくれぜ。お留守番マヤ、俺に任せろ。バトンタッチ、このバトンタッチはあれか、手動でじゃなくてこういうストーリー上でされるってことなんかな。ここなんか建物できそうな感じ。あの辺なんか扉とかついとるけど、なんか入れるんかな。お、なんか開けそう。扉を固く閉ざされている。今はまだ入れなそうだ。入れんのかい。さあそれじゃあ行きますか。